この方法もですね、多分メーカー側は良しとしていないと思います。こんにちは、茂木和也です。今回はトイレの便座の溝に入り込んだ頑固な汚れの落とし方をご紹介しようかなと思っております。その溝とは、まずこの外側にこう溝ありますよね、これ。あと内側にもあるんですよね、ここ。ありますよね。とにかく内側なんですよね、頑固な方は。では早速掃除の方法をご紹介していきますが、この方法もですね、多分メーカー側は良しとしていないと思います。なぜかというとですね、傷がつくリスクが結構高いんですよ。で、その方法はどういう方法かというと、こちらヘラを使って落とすという方法ですね。で、この溝に合わせてヘラを入れてこう合わせてこう落としていくと。主な頑固な汚れは尿石なんですよね。なのでこの溝にうまく合わせてですね、力入れずにですよ、優しくやるとスーッといきますから、それでカリカリした感覚が手に伝わってきますし、それで取れてますからね、カリ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 と。この方法をおすすめしているというわけではありませんからね、どうしてもここの溝に入った汚れが気になって落としたいという方で、酸性タイプや塩素系の洗浄剤を使いたくないという方はですね、こういった方法も一つありますよと。ただ傷のつくリスクがありますので注意が必要ですと。コツの部分でアドバイスしますと、こういう風にですね、上に上げていくと滑ってですね、溝から出ちゃって傷がつくというリスクが結構高いのかなと。こう溝に合わせて下に引っ張っていく感じ、手前に引っ張っていく感じですね。そうするとスーッとうまくいきますんで、それが一つコツなのかなと。あとこれ金べらですけれども、金べらってやっぱり傷つきやすいじゃないですか。なのでプラスチックのヘラありますよね、無印良品のプラスチックのヘラとか、そういったプラスチックのヘラの方が傷のつくリスクは低いですから、そういったものを使っていただくとか、あとプラスチックよりは硬いんですけれども、金べらよりも柔らかいというものでいくと、カーボンベラ、これも同じく使えますので、だから傷のリスクを考えるとそのような順番になりますね。はい、ということで今回は便座の溝に入り込んだ頑固な汚れの落とし方をご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。今回この内側の方を使って落とし方をご紹介しましたが、この外側もですね、やり方は同じとなりますが、汚れがつきやすいのはやっぱり内側の方ですよね。で、今回の注意点いろいろありますけれども、金べらもですね、自己責任の扱いになってしまうと。金べらじゃなくてもヘラでやるっていうことについては、おそらくトイレメーカーは良しとしてないと思いますから、その段階で自己責任の扱いになってしまうというところで、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。